しい紛争が続く大学の新学期。9月1日から授業再開の広島大学では、学生証を持った学生だけの立ち入りを許可しました。ところが、これに反対する全教頭の学生300人と教職員が対立。待機していた機動隊員とも揉み合いを繰り返して学内は騒然。機動隊の力でやっと授業が開かれたのです。一方、9月5日の全国全教頭結成大会を前に3日、大会の開かれる早稲田大学に機動隊が出動、学生の排除に当たりました。機動隊に登場したのが高圧放水車、空中作業車などの新兵器。反代々木系学生が東大、広島大に次いで第三の砦と豪語した早稲田大学も、この新兵器の威力に6時間で封鎖解除されました。しかし大学法案への反発、さらに佐藤首相の訪米阻止なども絡んで、大学は今後も大揺れに揺れそうです。